おはようございます。速稼塾の久保です。2月10日5時37分の相場解説になります。これ今ね、今日は1時間足だけで解説していきますけども、これ上昇トレンド乗ってるでしょ。1時間で110円の723も抜けて、今115円の430を抜けたわけなんですよ。でね、エントリーポイント680、115円の680はまあギリギリいかなかったですね、ここね。でもちょうどよかったんじゃないですかで、注目するべきポイントってのは今ね、ここに来てます。ここですね。ご覧いただいたら分かるように、この円の中に実体が少なくて上下のヒゲの方が長いのがいくつも出てましたよね。これ迷ってる状態なんですよ。迷ってる状態で、最後の方は下ヒゲが長いのが目立ちませんかね。それでまんまと上昇してるわけなんですよ。で、濃い太い上昇のローソク足を作ってますね。で、全体的な流れってのはやっぱり倍ですから、言うまでもなく一旦は収束しかけた上の勢いが、これね、再開しようとしてるところなんですよ。ですんで、相変わらず同じですよ。エントリーポイントは115円の680で構えておいて、ここを抜けたら倍に入りましょうっていうのが今日の私の見解ですね。まあそれ以外は別にいいんじゃないですかね、今のところは。横ばい状態にちょっと強めの上昇基調ですからね、エントリーポイントを見据えて、それまでは見るのも相場というよりも、正確に言うと待っているって状態ですかね。じゃあ今日木曜日頑張りましょう。